さて、M1 チップの商品が4つ揃いましたね。24インチの iMac も出てきたということで、ノートタイプ、デスクトップタイプがえ合わせて4種類、今、M1 チップモデルがありますね。とりあえず M1 チップモデルちょっと触ってみたいなっていう方いらっしゃると思いますが、一体この4種類のうち、まあ一体どれが自分に一番合ってるのかなっていうね、ちょっと悩むところでもあるんですけども、今回この4つの中で、まあ自分に合ったものをね、えー、選ぶ。 ヒントになればなと思いまして動画を作ってみたいと思います。それぞれの商品がどのような特性が違いがあるのか、そして金額的に見てね、どれが一番コスパがいいのかなっていうのをね、ちょっと考えてみたりしようかなと思ってます。まずはじめに4種類、まあ商品が揃ってるんですけども、単純にデスクトップとノートタイプという2つのカテゴリーに分けることができます。まずはノートタイプから、MacBook の Air と Pro の2つがあります。 エアーとプロおすすめとしてはエアーを選んであげる方がコスパいいのかなと思いますノートタイプとはディスプレイとキーボードとバッテリーとかがね全部オールインパッケージになっている商品ですねで持ち運びがもちろん可能になっておりましてサンダーボルトでチャージすることも可能になっています ここで一つ注意なんですが、今回商品は全部 M1 チップが搭載されていますが、えー、冷却性能によって で結構差が出てきてしまいますのでえ macbook は基本的にはデスクトップタイプの mini と、えー、iMac に比べて性能が下がる傾向にあります結果として、まあ、ベンチマークのえスコアの際にも反映されていますが、えー、従来のインテル機の cpu インテルの cpu の差に比べると、まあ、ノートとデスクトップの、えー、違いっていうのはそこまで大きいものでは えー、ないですねでこういったものの性能の、まあ、同じチップで性能が上がったり下がったりっていうのは、まあ、CPU とかね GPU がある程度一 のまあ、高い、えー、処理速度を保つためには適切な温度をです、ね、冷却しながら保つ必要があるからですね。でなるべくこう大きい筐体とかに、ね、入るとまあ冷やしやすくなるのでその分、えー、性能が伸びやすいという形に、えー、なります。えー、ただ、まあえー、M1 チップの方が発熱しにくいということでインテル機に比べるとそのノートタイプとデスクトップの CPU の差というのは少なくなっていますね。まあ、特にあの昔上位の16インチとかでインテルのやつ つ入っててたたりしてたんですけどあのかなり爆熱やったと思うんですけど、えー、逆にあれねあの冷蔵庫に入れたらめちゃくちゃ早なるんですよ。いや本当に <laughs>。ということでまあ、熱が持ちやすいねインテルの CPU がノートタイプに入るとねまあ、苦戦してしまうのは仕方がないということでまあノートタイプに関してはね今回 M1 チップを搭載することによってかなりメリット があるとということですね、えー、M1 チップ自体はその、えー、アーム系のまあチップの特徴からしてね非常にこの薄い筐体ね、ね iPad とかにも入ってますから薄い筐体でまあ、非常に熱がね持ちにくいということで、えー、非常に薄い筐体に入った時に、えー、最大のポテンシャルを引き出しやすいっていう形なのでそこがまあ利点になっていますので,で今回のまあ Macbook Air もね、まあ、ファンレスということなんですけれどもこの、えーまあ、新しい M1 チップをね採用することによって、えー、まあ 性能ね、熱によって性能がまあ下がりにくいという形になっています <laughs>。 まあ、この M1 チップっていう、まあ、チップ自体が、まあ、インテルの CPU に比べて、かなりノートタイプとか iPad の薄い状態で、まあ、アドバンテージがあるということですね。で、この M1 チップの、まあ、特徴としては、え、一応シン、CPU のシングル性能がすごく高いのと、あとは中のユニファイドメモリー。ユニファイドメモリーのお金で、もう GPU の性能とかもね、かなりえ基本性能が押し上げられていますので、かなり、え、すごい、え、ほとんどの場合には、もう快適に使える高パフォーマンスっていう なななってるんじゃいいかなと思いますノートタイプといえども、まあ、性能もまあかなり、ね、ノートに比べて高くてその性能高さから考えても長時間使えるということで、ね、スタバに、ね、よく持ち込んだりする人ねいらっしゃると思うんですがそういうスタバ民にとってはすごくいい状態なのかなと思いますデスクトップは先日出たばっかりの24インチの iMac がありますねそしてもう一つ去年出ました3ティッシュの中の一つでミニが ありましたね。で、ミニはね、金額もちろん安いんですけど、えー、ディスプレイがないということで、現在ディスプレイね、使用できるものが、えー、ない人は別途購入して、えー、用意していただく必要があります。まあ、逆にディスプレイ持ってたら、えー、安くね、M1 チップに乗り換えることができますね。基本的にデスクトップに入ってる M1 チップの方が、さっき言ったノートの Air と Pro に比べて性能は高くなります。 えただこの高くなったというのはまあ普段普段使いで体感できるほどのものではないんじゃないかなとえ思いますね。普段用途ではなくてまあどこで差異が出るかというとまあベンチマークでまあスコアの差が出ているのでまあベンチマークのような使い方 CPU とか GPU を最大のポテンシャルを到達した状態でずっと維持するような使い方。めちゃ簡単に言うと動画の書き出し 書き出しはかなり CPU とかが高い状態を維持するので、えー、書き出しの終了速度が短縮されたりします。そしてまあデータの変換作業も同じような感じですね。何かのデータを変換したりとか。あとはもうちょっとマシになるかなと思うんですけど、ゲームのフレームレートとかね、そこもちょっと差異が出てきたりするのかなと思います。まあ、つまりこういう CPU って っていうものは、まあ、きちんと冷やしてあげないと、最大のポテンシャルというのを維持することができない。逆に言うと、デスクトップタイプの広い面積を持った余裕のあるやつの方が冷却しやすいので、この周波数、性能の維持をしやすいという形になっているので、まあ、スコアを見てみてもね、実際にデスクトップタイプの方がやっぱりえスコア上は上がっています。 で、個人的には、えー、じゃあどれ買えばいいねっていうね、もう早く答えが欲しいとおると思うんですけどね、エアーです。エアーを買いましょう <laughs>。 いや、まじでまじで。まあ、悩んでたらエアーでいいよっていうところやね。悩んでるっていうことは多分でかい画面とかあんまり必要ないと思うんですよね。まあ、大きい画面とか解像度がすごくね、いいの欲しいっていう人はもう今回の24インチに飛びつくと思うので、まあ、それがないっていうことはね、悩んでるっていうことはま、基本的にエアーかなと思います。で、個人的にプロはちょっと寒いかなと、えー、まあ、プロね、ちょっと買った人いるかもしれないです。本当に申し訳ないんですけど、ちょっといろいろ考えてみて、プロはちょっと寒いんじゃないかなと、えー、思っています。 ま、デスクトップと比べて、ま、そこまで、まあ、あの、スコア上の際は、ええと、一般用途でほとんど際はなくて、えしかも、やっぱり、持ち運びできるっていうのがめちゃいいっすね。出張したりとか、ま、旅行したりとか、スタバ持っていったりとかできるのがめちゃくちゃアドバンテージなので、外で使ったりしなくても、なんか冬場、ま、これが夏になるんですけど、こたつで使ったりとかしません こたつ入りながら使う時とかやっぱあるから、なんかさっと出してさっと片付けれる、なんかノートタイプの方がいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、どうでしょう。まあでも今回の iMac もね、薄くて、あの、めちゃくちゃ軽くなってるんで、まあ最悪近くにスタバがあるんやったら最悪持ち運べるかなと思いますけどね。うん。 さて、M1 チップの、えー、CPU とか、ね、GPU もちょっと掘り下げてみたいなと思うんですけど、でまあ、スコアを見て、まあ、差が出ているので、えー、冷却性能に差が出ている結果、 なんですけど、まあ、僕の第一印象としては正直な話、これに対して追加料金を払う必要はないのかなと思いました。金額にちょっと見合ってない。スコアがまあ最大でも10%とかで、しかもマルチスコアですね。で、こういったベンチマークとかでマルチスコアをすごく気にする方いらっしゃると思うんですけど、一番肝心なのはシングルスコアですね。 で、シングルスコアを見れば、大体その世代の CPU のまあポテンシャルというか、そういうものが大体予想できるんですけど、で、あと、ま、もう一点、その、ほとんどのアプリケーションっていうのは、最大のマルチコアのスコアが反映されない部分が結構多いですね。そのマルチコアのスコアっていうのは、マルチコアに対応しているもので、ま、全部のコアをまあ古い使った時に、ま、その差っていう感じなんですけども、要は、ま、そこのスコアの差っていうのが常に、別に普段用程では使わないっていう、そういうイメージでいいと思うんですけど、ま、基本的にシングルスコアのいう シングルはどっちかっていうと冷却性能に1個のコアしか動いてない状態のものになるのであまり冷却とかに影響されないっていうことなんでそこ、筐体ごとにあまり差は出てないっていう結果になってますね。なんでそこから見てもあ普段使いにはそんなには差はないんじゃないかなと思います。 24インチに関しては、ちょっとこれがね、複雑なんですけども、えー、ちょっと最近発覚したのが、まあ、前も動画作ったんで参考にしていただきたいんですが、回と上位でスコアが、えー、結構差が出てきますね。CPU も10%ぐらい違うんですけど、えー、まあ中のそのファンの数が減らされたりとか、まあ、ヒートパイプなかったりとか、いモデルはするので、まあ、そこでやっぱり差が出てしまってますね。 あくまでもこれマルチスコアのね、最大ポテンシャルに今差が出てきてしまうっていう形になると思いますけども。まあ、だからエンコードとかすげえ、なんだろう、めちゃくちゃ気にする人とかは、まあいいのかなと。まあ最悪なんか扇風機買いましょう <laughs>。 モデルによっては GPU がね7個バージョンのものっていうのがえ中にはありますが、まあこれに関してもえ追加料金を払う対象にはならないのかなと思いますね。まあ8分の1ほども変わらないということなので、ここの GPU のまあ1コアディツエブに関してもまあそんなにえ体感はできないんじゃないかなと思ってますので、まあ気にしなくていいと思います。まあ数値上はねコア数とかが全部同じなんですけども、まあこういう熱による影響がまあ CPU にまあ、マルチコアに反映されてしまっているという結果になっていますね。MacBook の、ね、プロはファンが、えー、搭載されていることによってはミニと、ね、同じぐらいのスコアになっているんじゃないかなと予想できます。えーまあ、メモリに関しては、えー、みんな M1 チップの、ね、ユニファイドメモリーという、まあ、内蔵メモリなん、えーなので変わらずという。 えことで,すね、で、まあ、インテル機と違う構造のメモリーになってますので、いろいろ試してみた結果、ほとんどの人は 8GB でいいんだよということだけまあ覚えておきましょう。まあ、インテルは16とかね、えー、欲しかったりしますけどね。で、SSD に関しては 256GB をベースとして、上位の500にアップグレードしたりとか、2TB まで増設することが可能ですが、まあ、iMac のまあデスクトップって考えると、やっぱりちょっと2頃は厳しいかなと思ったりとか、あとはまあ動画編集とか、 とかまあそういった、えー、プロジェクトを書き出しとかね素材とかを、えー、用意しないといけない人はやっぱりデスクトップ上に素材を置いときたいのでまあ、最低500いるんじゃないかなと思います。でポートに関しては、えー、ほとんどの場合が、えー、サンダーボルトね対応してますがベースモデルは2個ですねでまあものによってオプションで4ポートっていうのが対応してるんですけどもでミニに関してはポートが多くなって ますね一応家庭用のま据え置きということで、えー、USB もね、えー、増えたりとかしてますのでここがまあミニの利点なのかなと思いました最後にまあ値段とかをね、えー、比較してみるとやっぱりミニが一番なんか安いかなっていう感じなんですけどまあ、これはもちろん、はい、ディスプレイがついてないのでまあ、画面をも持っている場合にこの値段もしなければディスプレイが必要になります で今回の、えー、iMac の、ね、24インチと比較して4 5 k とかね、もう解像度だけではなくて、ものすごく綺麗なディスプレイで来てしまいましたので、まあ、こういった4 5 k とかね、えー、自分で用意しようと思ったらすごく値段高いと思うので、ここにまあ魅力を感じる人は、まあ、iMac に行くで。そうでない人、まあ、フルハイビジョンでもいいよっていう、まあ、ディスプレイなんて何でもいいっていう考えを持ってる人は、逆に言うと絶対あミニを買った方がいいのかなと思いますね。ミニを買って、まあ まあえーまあ、ディスプレイ安いやつ今ね、えー、ちょっとお金出したら手に入りますからそれで一応最小構成で、まあ、M1 チップを楽しむことができるという、まあ、まあ安いディスプレイでもいいっていう人にとってはね、えー、ミニがすごくね M1 チップをね、えー、楽しむ本当とに、えー、何やろベ,ベーシックニューモンティちょっと言葉が出ないです <laughs> 動,画動画の後半になってちょっと言葉出なくなってきたんですけど <laughs> 疲れちゃって。 あの、まあ、入門、M1 チップとりあえず欲しいっていう人にとっては、ま、ね、すごく安くなるんじゃないかなと思いますね。はい。なんかこのお金はやっぱ僕節約した方がいいと思ってて、節約できた分をなんか他の周辺機器とか買ったりとかして、なんかこの自分の PC 周りの環境ってこう、いろんなもの欲しいじゃないですか。 ちょっと個人的に使ってないんですけど、今回のあの25インチの iMac についてくるキーボードがタッチ ID 機能もなんか M1 チップ搭載してたら えー、m a c m i n i とか、えー、ノート t e b とか使えるらしいんで、なんかちょっとそこもね、魅力的かなと思いますね。で、iMac もベースモデルと、えー、回と上位モデルがね、あるんですけども、えー、だいたい200ドルぐらい上乗せすることによって、たくさんのプレミアム機能が追加という形になりますので、ここはどうですかね。人それぞれ、まあ必要な人にとっては、まあ比べてみて、この200ドルアップ、そんなに高い金額じゃないのかなと思いましたし、 最近明らかになった、なんかこの冷却ヒートパイプが上位はついてくるっていうことなんで、えそんな効いてないよっていう形だったんですけどね。ね。あれだけファンにこうぐるぐる回ってる絵をプレゼンで見せとってね、回は実は1個しかなかったっていうオチやったんですけど、ね、そういったところを検出する人はねえ、追加要素として考えてみてもいいんじゃないかなと思います。えー、MacBook Air のこの高い方は良くないですね。 よくないですねで。これ買ってしまうと、プロ買えますからね。で、プロの方が若干実はオーディオが良かったりとか、まあタッチバーついてきたりとかね。で、ほんの少しやけども、えー、輝度が、まあこれ幅ほとんどいらんぐらいの差はやね、輝度がちょっと明るくなるということで、まあちょっとプロの方が上位になってしまうので、ここはちょっと寒いかなと、えー、思いますね。えー、Windows のマシンと違って、こう購入後に、 まあ、ストレージとかね、なんやかんや自分でアップグレードとか、非常に難しい、てかできない状態になってますので、まあ、Mac を選ぶときはね、なるべくこう、みんな、みんなのね、他のいろんな人のね、動画を参考にしてね、たくさんの YouTube がいらっしゃると思いますので、いろいろ参考にしてね、えー、気をつ、気をつけて、気をつまあ、あんまり失敗しないようにね、え買い物できたらいいなと思いますね。なるべくお金が余るとね、 えなんか他の周辺機器を手に入れたりとかしてねこうみんなのえマック生活がもっとより良いものになったりとかねできると思いますのでお金は大事ですね。はい